大滝ダム。大滝ダムは、奈良県吉野郡川上村、一級河川、木の川本流上流部に建設されたダムである。国土交通省近畿地方整備局木の川ダム、統合管理事務所が管理する高さ100メートルの重力式、コンクリートダム。伊勢湾台風による木の川の大水害を機に、木の川の治水と上流の大波様ダムなどとともに、 奈良市、和歌山市などへの利水、及び出力 1500kW の水力発電を目的とした特定多目的ダム法に基づく特定多目的ダムである。計画以来地元の反対運動が激しく、保証交渉が極めて長期化したほか、完成直前に貯水池斜面が地滑りを起こして、対策に時間がかかるなど完成までに50年の 歳月を費やした日本の長期化無事業の代表格。2004年、平成16年に離水目的の暫定供用を開始し、2012年、平成24年6月に地水目的の供用が開始された。ダムによって形成された人造庫は工房により大滝流人庫と名付けられた。木川では1949年、昭和24年により、 木の川総合開発事業による河川総合開発事業が進められ、川上村大葉間地点に大葉間ダムの建設が農林省、現農林水産省の手によってやれていた。ただし、主目的は吉野川分水による灌溉整備という理水であり、大葉間ダムには洪水調節目的はなく、治水事業としてのダム計画は行われていなかった。 建設省近畿地方建設局、現国土交通省近畿地方整備局は、木の川改修計画の第一次改定計画を1954年、昭和29年に策定し、堤防整備を中心とした河川整備を行っていた。ところが1958年、昭和33年8月25日の台風17号に、引き続き、翌1959年、 昭和34年9月26日には、伊勢湾台風が、木の川流域を襲い、壊滅的な被害を与えた。特に、伊勢湾台風では、木の川改修計画で想定されたピーク時、洪水流量、6000トン、秒5千トンも上回る7000トン、秒の洪水流量を記録する過去最悪の洪水となり、多くの死傷者を出した。特に、奈良県では、 前年の台風17号の災害復旧も、ままならないうちに再度台風の被害を受け、歳入を大幅に超過する、被害額となった。財政危機に見舞われた、当時の奥田良造奈良県知事は、第33回国会災害地、対策特別委員会第4号、昭和34年11月5日の参考認証地において、木の川に多目的ダムを建設してほしいと切実、訴えた。 伊勢湾台風の洪水により、木の川の治水は根本的な変更を迫られた。建設省は1960年、昭和35年に、木の川修正相対計画を策定、橋本市地点における計画ピーク時洪水流量を7100トン、秒とし、そのうち2700トン、秒をダムでカットする計画を立案した。ダム計画は当初大葉様ダムに、 洪水調節目的を追加し、ダム包み高を11.0メートル引き上げ、早朝水容量も4倍にする計画変更を模索した。だが、大葉間ダム化下げよりは新規のダム建設が、より地水安全度が高まることもあり、大葉間ダム下流の川上村大滝に特定、多目的だを建設する計画を1962年、昭和37年に発表した。これが、大滝ダムである。 大滝ダムが計画発表された当時、川上村では同じ地域に3カ所のダム計画が進められるという特異的な状況であった。すでに1954年より大葉間ダムの建設が開始されていたが、大滝ダムのほかに奈良県営水力発電事業の一環として、大葉間ダム上流の川上村塩の8点に塩の葉ダム計画が進められていた。塩の葉ダム計画は、 後に大葉様ダムに発電目的を加えることで、計画中止となったが、大滝ダムについては、村の中心部399個が完全に水没するた関連意見を含めると475世帯が移転を予義くされる。すでに大葉様ダムで151世帯が水没する上、これ以上のダム建設は村の存亡に関わるとして、計画発表と同時に村を挙げての猛烈な、 反対運動が巻き起こった。この時期は全国で激しいダム建設反対運動が巻き起こっていた。福島県では、タゴソダム、タダ川でタゴソダム保証事件に代表される保証金額をめぐる激しい攻防。九州では松原ダム、筑後川、下請ダム、杖川建設をめぐる日本のダムの歴史に残る反対運動、八の素城紛争が起こり、 旧知見大執行水中乱闘事件のような流血沙汰に発展していい。そして大滝ダムでも知見者団体との交渉が持たれたが完全な平行線をたどっていた。さらに1967年昭和42年5月11日には大橋間ダム予定地下岩で地滑りが発生し安全性の観点からもダム建設は不適当として住民は反対の意思をより固くした。 その上、木の川の漁業権を持つ吉野漁業、共同組合、川上村漁業共同組合も猛然とダム建設に反対し、保証交渉は決裂に等しい状況に陥る。1974年、昭和49年、大葉間ダムは完成したが、大滝ダムの保証交渉は全く暗証に乗り上げた。この頃東日本では、 利根川水系安妻川に計画されている八波ダムを、めぐる群馬県安妻郡長野原町官民一体となった反対運動が展開され、大滝ダムと同じ状況が展開されていた。このことから、一向に事態が進展しないダム事業の代名詞として、東の八波、西の大滝という言葉が、関係者の間に広まっていった。なお、大滝ダム着工後は、川辺川ダム、 川辺川がその後釜となっている。ついに建設省は保障交渉における団体交渉を諦め、異例とも言える水没者一人数ととの個別交渉へと方針を転換した。さらに、同年7月20日、八の巣上紛争を教訓に施行された水源地域対策別措置法、水徳法の対象ダムとなり、特に大滝ダムは水没世帯数が多いことから、 保証金額のかさ上げ、移転時金利優遇などといったより厚い、水没地域対策を講じることが可能な、水徳法救助指定ダムに指定された。ちなみに同日に救助を指定されたダムとしては他に、浅瀬石川ダム、浅瀬石川、五所ダム、雫石川、川地ダム、絹川、手っ取り川ダム、手っ取り川、龍門ダム、浅間川、川辺川ダムがあるが、川辺川ダムを除きいずれも、 大滝ダムより早く完成している。その後次第に保障に応じる住民が現れたが、個別交渉ゆえに、事業はさらに長期化した。やむを得ず土地収容法に基づく、土地収容が行われた例もあったが、最終的には1996年、平成8年頃までにはおおむね妥結するに至った。地域振興事業としては、国道169号の整備をはじめ国道に沿った。 川上村館長街の整備、尊営ホテルや温泉宿泊施設の整備を行った。さらに二十二社の一つとして、平安時代中期に創建された由緒ある、入川上神社城舎が水没することもあり、九百九十八年、平成十年に高台に潜座する作業が行われた。ところが移転後の跡地から遺跡が発見され、三年間に渡る発掘調査が行われた。 この宮の大来石は、縄文時代早期の大規模集落跡であり、この地は、古代から人の住まう土地であることも判明した。日本の長期化、ダム事業の代表例として、長い年月をかけた保証は終了し1996年より、ダム本体工事に取り掛かることとなったが、ここにこぎつけるまで実に34年の月日が、過ぎ去っていた。大滝ダムは、 包み高100.0メートルの重力式、コンクリートダムである。ダム本体の設計も数度の変更があり、当初は非常用洪水発揮5門、常用洪水発揮4門を備えるダムであった。1980年、昭和55年頃には、ウィングダムが砂岩についていた。その後ダムのデザインについて建設省は、大滝ダム警官検討委員会を設置。 専門家のみならず川上村住民にアンケート帳を行って、6種類のデザインについて検討を行った。この結果現在のデザインとなったが、特徴的なのは非常用洪水発起上端部のアーチ型のデザインであり、アーチ橋をモチーフにしたものとなっている。これは住民の意見を取り入れた初めての試みでもある。また、建設中は左岸部の国道沿いに、 学べる建設ステーションを設け、ダム建設現場を間近で見学できるようにしている。このステーションはオープンから1440日目に、来場者が20万人を突破している。目的は、木の川の洪水調節と、正常な流量を維持する不特定利水、大笠間ダムと共に、奈良県北部、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、宇田市、柏市、柏市 山和高田市、柏原市、桂木の五所市、生駒郡、高市郡、北桂木郡の11市15町村への浄水道供給に加え、和歌山市を含む和歌山県北部地域、橋本市への浄水道供給、和歌山市沿岸工業地域への工業用水道供給、そして関西電力による認可出力1 5 0 0ットの水力発電である。なお、 洪水調節については1974年に改定された木の川水系工事実施基本計画に基づき流域の宅地化進展による治水安全度を高めるために150年に一度の確率で起こる水害に備える計画に合わせたそして川口部に建設している木の川大関と統合的に運用することで合理的な治水・立水を図ろうとしているダムは2002年 平成14年に本体が完成し、試験淡水を行い2003年、平成15年に完成する予定であった。しかし、試験淡水中の4月25日、川上村白谷地区で斜面に亀裂が発見された。住民からの通報により国土交通省は直ちに、軽気類を設置するなど監視を行い、5月11日には、試験淡水を中断した。 だがその後も亀裂は拡大し、白や地区では家屋に亀裂が入るなど深刻な強となった。事態を重視した川上村、川上村議会、川上村議会ダム対策委員会は国土交通省に対し抜本的な対策を要望、7月には特に亀裂が深刻な6個について仮設住宅への移転を開始し、川上村の木の川流域における地盤については、 かねてから脆弱性が指摘されており、地滑りの危険性は1974年頃には、すでに、金沢経済大学の吉岡喜日や和田和らから、問題提起されていた。実際に1967年には、上流の大橋マダム建設地点で、地滑りが発生しており、建設を強行しようとした、農林省と川上村住民が、小競り合いを起こしてもいた。建設省は、 地滑り対策について1999年、平成11年に、貯水池斜面対策検討分科会において、震度50メートルまでのボーリング調査を行い、過去に地滑りを起こした形跡がないこと、脆弱な地盤は範囲が狭いなどの検査結果を示した。これをもとにして、現在震度50メートルまでの地滑り域に対する、高級的地滑り対策を実施している。だが、 公共事業の問題点追求を全国的に展開している国土問題研究会などは建設省、国土交通省の対応について地滑り危険度や地滑り対策の十分な検討を待たずに建設を急いだ亀裂が発生した後直ちに淡水を中止しなかったことなどを厳しく非難している。城や地区住民は前個の永久移転を7月には要望し、10月末には 国土交通省も白谷地区の土地買い上げと全移転を骨子とした保償策を受け入れたが現在に至るまで高級的移転は実現していないこのことについても厳しく求断を行っているまた大滝ダムだけに依存しない治水対策の必要性も訴えている具体的には協作部を改作し淡水被害を防ぐことや下流部の内水氾濫対策などを行い水害の 危険度を分散させ、治水安全度を高めることで、ダムへの治水依存を軽減させるというものである。当初の建設事業費は230億円とされて、いたが、現在では3640億円まで増額されている。また、この地滑り問題に関連して、移転を強いられた元の住民30人が、国に対し約9、0円の支払いを求める訴訟を起こした。 一審の奈良地裁は2010年3月に地滑りの予見性を認めたものの住民の損失はすでに保障されているものとして住民側の訴えを退けられた。二審の大阪高裁は2011年7月13日に仮設住宅への避難を余儀なくされた精神的な損害を認め国の過失を認め約1200万円の支払い一人当たり100万円を命じた。 ただし、原告が求めた墓地などの移転費用は、すでに保証が範囲だとして認めていない。住民、国双方が上告しなかったため、同年7月28日に判決が確定している。ダム建設をめぐる訴訟で住民の訴えを認めた、ケースは、日本では、初のことである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。